裏、谷レオは、日本の作曲家、編曲家。株式会社カプコンを退職後、レイミュージックを創業。株式会社カプコンを退職後、レイミュージックを創業。カプコンでは、主に、モンスターハンターシリーズの楽曲を手掛けており、モンスターハンターさん以降のシリーズ楽曲制作を担当している。モンハン日記ポカポカアイル村では、サウンド監修を務め。 モンスターハンタークロス、モンスターハンターダブルクロスでは、サウンドディレクター及びメインコンポーザーとして活躍している。また開発中止となった幻のゲーム、ロックマンダッシュさんのメインコンポーザーを担当していた。耳に残るキャッチーな音楽を作曲することを心がけているとのこと。2012年にモンスターハンターシリーズの楽曲をより、ユーザーに伝えたいという思いから、 当時カプコン所属の作曲家であった、牧野忠義と共に結成されたギターユニット。モンスターハンターシリーズの楽曲をロックアレンジしたものを演奏し、同年にファーストアルバム、ブラックルートを発表。主要音楽祭では、東京フィルハーモニー交響楽団や、ヒデヒデと共演しており、モンハンフェスタでも生演奏を行っていた。2020年現在、牧野、浦田に共に、 カップコンから独立したため、ブラックルート名義での活動は休止状態となっている。ありがとうございます。